はい、パーソナルトレーニングの怪我に関するニュース、最近よく、聞きますね。こういったニュース聞くたびにですね、国家資格を作った方がいいという意見をよく、聞きます。確かに国家資格、あっていいものかと自分も、思います。まあ、学べる機会が増えるというのはいいことですし、まあ、知識を、蓄えられるという点においても非常に、プラスの要素多いかと思います。ただ、国家資格ができることによって、この今の状況が大幅に改善されるとは自分は思えないので、そのことについていろいろ話していきたいと思います。はい、自分はこのフィットネス業界に入って、現在パーソナルトレーナーとして活動させていただいてます。この20年前にフィットネス業界に入った頃というのは、パーソナルトレーナーという職業の方は今よりも少なかったと思うんですが、ただパーソナルトレーニングで怪我をするというケースは、その頃からそんなに少ないことではなかったんですね。自分のあくまでも知る限りは。で、実際にその怪我をする要因としてトレーナーの資格のありなしっていうのも、これ最近ニュースでよく言われることなんですが、自分が知っているそういった怪我の、ケースでは、トレーナーがちゃんと資格を持っていて、その資格自体もフィットネス業界では結構、名前が知られていて、結構、いい資格だよと、言われている資格を持っている方が、そういった、トレーニング指導をしたことによって怪我をするという、ケースを自分は知っているので、そのことからも国家資格はあまりこの今回の問題解決につながらないんではないかと、考えています。まあ、こういった事例がですね、ニュースに最近なる要因としては、まず、まあ、ジムの利用者が、まあ、20年前に比べるとかなり、まあ、増えているということと、まあ、パーソナルトレーニングがそれだけ世の中に広く知られるようになったというところが、まあ、背景として、あるかと思います。で、パーソナルトレーニングを、パーソナルトレーナーとして活動したいという方も、まあ、そういった認知度が高まっていることによってですね、そういったこのパーソナルトレーニングをや、あの、仕事としてやっていきたいという方も、まあ、増えているんですね、実際に。まあ、そういったこのケース、パーソナルトレーニングというのを実際行うケースが昔に比べて増えているから、そういったその怪我のニュースというのが、まあ、取り上げられるようになっているのかなと思います。まあ、こうしたパーソナルトレーニングの怪我が起こる要因として、自分が一つ目に取り上げていきたいことは、トレーナーが初心者の目線に立てない人が多いんじゃないかなと、特にこの業界で20年働いていて思うんですね。基本的にこういったパーソナルトレーナーやフィットネス業界で働く人たちというのは、もともと子供の頃から、まあ、運動が結構しっかりできる人っていうのがほとんどなのかなと思います。実際には、その同業者の方だったり、フィットネス業界の方と話をしていると、まあ、子供の頃からやはりこのスポーツが結構できたっていう人が多いんですよね。まあ、自分の場合は、紹介させていただいている通り、もともと運動ってすごい苦手な人間だったので、かなりまあ特殊なケースかと思うんですが、大体のこういう同業者の方っていうのは運動ができる方なんで、まあ、そういったことをまず考えても、まあ、運動初心者の目線に、立てる人が非常に少ないんじゃないかなと思いますね。今回のニュースをいろいろ調べてみると、まあその結構強めの負荷でやらされたりとか、まああとはそのメンタルの問題だとトレーナーに言われたっていうことなんですが、まあ運動初心者だった自分からすると、それってどうなのかなっていう、まあ結構きついことを言われてるなって感じるんですよね。まあこの運動に対する嫌なイメージっていうのもそこで持ってしまう方っていうのも非常に、まあ多いかと思います。で、今回のニュースを見てですね、コメントで自重のトレーニングで十分だという人結構いるんですけど、いや、そもそもですね、運動苦手な人って、その自重のトレーニング、まあ、ですらっていう言い方はちょっと言い過ぎかなとは多少感じるんですが、自重のトレーニングって十分きつい運動なんですね。ちゃんとやろうとすると、その自重のトレーニングをちゃんと行えない人、多いです。実際に自分は小学生の時に、まあ、組体操で腕立て伏せを、
やるところ場面があったんですが、もう全然できなくてですね、もう非常に恥ずかしい思いを、したということがですね、未だにはっきりと覚えているので、自重トレーニングはそんなに強度は、まず軽いものではないということを皆さんぜひ、知っていただければなと思います。そしてもう一つ、こういったことが起こる要因として一つ、考えられるのが、トレーナー自身が、その指導内容のメリットというのを、あまり分かっていないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、これ、なんでって思う、方も多いかと思うんですけれども、まあ、自分が、こう考える、理由といたしましてはですね、そのトレーニングや、まあ、トレーニング以外にも、まあ、最近は、まあ、コンディショニング、体の調整を促すような、まあ、この種目だったりを、まあ、進める、まあ、トレーナーであったり、そういった運動施設っていうのがあるんですけれども、それを実践してる人って、実はそれほど多くないのかもしれないんですよ。で、実際に自分が活動しているジムの、これ休憩室でトレーナー同士の、会話を、こうちょっと、聞いた内容がですね、これ結構ショッキングだったんですが、まあお客さんには勧めるけど、いざ自分はやらないんだよねという、とても、まあ悲しい、会話でしたね。こういう話は正直、まあ、聞きたくなかったなっていうのが、まあ、本音なんですよね。そのトレーナーは結構お客さんもたくさんついてる方なんですけど、まあ、こういった話を、まあ、ちょっと聞きたくなかったところはあるんですけれども、まあ、そういった形で確かに実践するトレーナーばかりであれば、今回のような、まあ、事故や怪我っていうのがそこまで目立つことももしかしたらないかもしれないですよね。実際そのやることのメリット、デメリット、まあこれは危ないなっていうことを普段からやっていて、ある程度経験してるんであれば、まずお客さんに勧めるっていうことは、まあもちろんないでしょうから、まあ意外とこの実践してるトレーナーっていうのは少ないのかなと思いますね。まあこういった悲しい気持ちになったのには、まあちゃんとこれも理由があってですね、自分自身が先ほどから何度もご紹介させていただいているように、もともと運動がすごい、まあ苦手な子供時代を過ごしていたので、まあこの業界に入っていろんな、まあ体のトレーニング方法だったり、自分でコンディショニングをする方法だったりっていうのを調べて実践したことによって、で、まあ本当ね、体がやっぱり変わっていったのを、まあ良くなっていったのを実感してるからっていうのがあるんですね。現在自分は40歳なんですが、小学生の頃より今の方が動けます、自分は。もともと苦手だったことをですね、まあちょっとこのコロナがあって、まあジムが使えない時期っていうのもね、この3年間でやりましたから、まあそれまでできなかったことをいろいろ試してみたんですね。縄跳びの、二重跳びであったり、まあ跳び箱であったり、まあサッカーのリフティングであったり、まあいろいろあるんですけれども、そういった動きがですね、まあ子供の頃であれば、まずこれ絶対できなかったよなっていう動きが、まあちょっとずつ練習してっていうのはあるんですけど、やっぱりできるように、なったっていうのは、もう本当に人生において、まあ大きな、プラスになっている出来事なんですね。そういった、まあ部分、まあもちろん、ダイエットにも自分はその成功できたっていうのがあるので、まあちょっとそういった、やっぱり実践しないトレーナーがいるっていうのは、まあもうもったいない部分でもありますし、まあただもともと動ける方だと、そういったその運動の恩恵を感じることはできない人っていうのは、意外とこの業界の人は多いのかもしれないですね。では、このような問題の解決策、どのようなことを、やって、いけば、いいかということなんですけれども、まあ、これ一番大事なのは、お客さんとトレーナーがちゃんと会話をしっかりできる関係を気づけるかどうかというところなんですね。まあ、これもちょっとびっくり、してる方、この今の意見を聞いてびっくりしてる方も多いかもしれないんですが、やはりこのトレーナーの方
方が一方的に、やはり喋る、機会というのは意外と多いかもしれないですね。これは自分自身も普段、セッションをやっていて気をつけていることではあるんですが、お客さんの方から、ちゃんとしっかりと意思表示が、できるかどうかなんですね。その体の、不調を訴えることはもちろんなんですけれど、そういった種目、ちょっとこれきついかなっていうところですよね。これちょっと体痛く、もしかしたらちょっと痛いなっていうのがあれば、ちゃんと言うっていうことが大事になってくるんですが、この種目自体がちょっと続けたくないなっていう気持ちがあれば、正直に、やはりちゃんとお客様の方からトレーナーに伝えた方がいいと思うんですよね。この初めてトレーニングをやる人の中には、そのきつい運動をやらないと効果は絶対に出ないと感じてる人も多いかもしれないんですが、実際はもうそんなこと全然ないんですね。これ、自分自身がもともと運動苦手っていうのもあるんですけど、とにかくこの自分がやりやすい種目、無理なく、できること、トレーニングでもコンディショニング調整に関してもなんですけれども、自分が続けやすい種目を続けていくっていうのが、自分の体の状態を良くしていく上ですごく大事なことに、なってくるんですね。当然そのトレーナーと1週間に1回っていう方で、1週間に1回パーソナルトレーニングをやって、で、そこで体少しずつ変わっていったっていう方もいるんですが、理想はトレーナーがつかなくても自分自身で普段からそういった種目を実践できること、これが非常に、体の状態を良くしていく上で鍵になっていくんですね。本当にこの自分自身でも体の調整ができるようになるっていうことが、本当に一番大事なことかなというのがあるので、ちゃんとその自分の、やりたいことっていうのをちゃんとトレーナーに、伝えられる、ように、なっていく。雰囲気作りっていうのもトレーナーがちゃんとやっていくっていうのも大事に、なっていくかと思います。その他にも、いろいろな、要因、この今回のニュースについては、あるかと思うんですけれども、今回は、これでこの動画終了させて、いただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。